女どうする気だ。何もかも奪われちまった。神通の力あるが、その身に慈しみを欲するならば、そこな野心に詣でればよい。はしごを下ろしてくれ。まさか自分だけ助かろうと。自分の身を守れるのは自分だけってことか。武器があれば立ち向かえたのに。ここまで賊が、もうこの村は終わりだ。獲物の使い方くらいあの子にも教えてやるべきだったか。何か他に獲物になるようなもんは。何してやがれ。その隙を狙ってやる。技も終わり、すなわち斬新にて気を整えるべし。確かこの森の小屋にあれで一矢報いてやる。武士の身を守るのは宿毛が御霊。その力、果たして主に与しぬのか。ワンの月氏は無垢なる神の子。さまよう子玉はあるべきと運命。
こいつであれば。恩義に慈しみの心あらば、そのおましどころへとお連れしたまえ。すまねえな、俺だって命が欲しいんだ。
んて重さだ。これじゃまともに動けねえ。誰に飲まれてはならぬ。
あの異国の船で何が起こっているんだ。